サンミシェルイコールエイコールシャンボーは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコールエイコールロワール圏の旧コミューン。戦士時代以来定住人口があり、人や物が交差する場所だった。1790年に、サンミシェル・デュボアとシャンボーの二つのコミューンが合併して、誕生した。かつては、ブルターニュ公国と対峙するアンジュの城代が治める地であり、フランス革命が起きると、 シュアンリの中心地となり、コミューンは、共和国軍とシュアンの戦いの舞台となった。19世紀から20世紀には、農村からの大きな人口流出を経験した。主な経済活動は、農業と畜産である。2016年12月15日、周辺の9つのコミューンと合併し、コミューンルーベルのオンブレイコール団となった。高安地方にあり、 プアンセとは9キロメートル、スグレとは2 5キロメートル離れている。サンミシェルイコールエイコールシャンボーはスグレン地方の景観の一部である、丘陵地帯が特徴である。起伏は東西の方向に向き、猛状のボカージュは谷に降りていくに従って密度が増す。南西から北東に向けて、コミューンを妊婦川が横切る。妊婦川はノエレでベルゼ川と合流する。 地質学的には、コミューンは、アルモリカ3階から伸びる、シルルキに生まれた変岸の地盤上に位置する。高安住地方の気候は、穏やかな安住と呼ばれるのが特徴である。メーヌイコールエイコールロワール県は、海洋性気候と、トゥーレーヌの大陸性気候との過渡地帯にあたるため、冬は穏やかで夏は快適である。コミューンには、ピエールフリトのメンヒルがあり、 新石器時代の人の定住を表している。このメンヒルは県で三番目の高さである。また、七つの石符や多くの採石器が見つかっている。サンミシェル・デュボアはアンジュの城大区の中で最古の一つであった。城がこの地に建てられていたが、1422年にはおそらくイングランド軍に包囲され、ブルターニュとフランスが戦争していた時代に廃墟となってしまった。 革命勃発当時、領主はルイマリード・ブルモンであった。1794年8月31日、王党派と共和国軍の戦いが起きた。ドゥカーン将軍率いる350人の共和国軍は、サラザンが指揮するライフルで武装した500人のシュアン、熊手や反り返った大釜で武装した300人の農民と衝突した。サラザンは池の底に沈められた。 革命時代にサンミシェル・デュボアの主任司祭だったのはルネオ・バン・ルモニエであった。彼は宣誓を拒否したため、神学校に投獄された。聖職者がスペインに強制送還されることになると、彼はナントに送られた。しかし送還される前の1792年9月、彼は病を得、ナントのカルメル海修道院に閉じ込められたのである。 彼は、南んの聖職者たちと運命を共にし、1793年11月16日、他の高齢の聖職者たちと共に、南んで、歴史経営にされた。参照元、1962年から1999年まで、人口の2倍カウントなし。1999年まで、イヘス、カシニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。